茨城大学教育学部付属小学校は、茨城県三戸市三ノ丸に所在する、茨城大学教育学部に付属する小学校。水戸駅から徒歩10分。設置者は、国立大学法人茨城大学である。茨城大学教育学部付属小学校は、1958年に、茨城大学教育学部付属水上小学校と、同アタ小学校を統合して発足した。 学校の通称は、うばラ大不詳、または、うばラ大付属省である。近隣に他た大学の付属小学校が存在しないため、水戸市内の人々や、校内の生徒からは、不詳と呼ばれることも多い。第三学年、第四学年の若干名を合わせて、学級とした、複式学級があることが特色である。茨城大学教育学部付属小学校は、この確率。 腹からの精神を掲げている。また、早くから、響きの時間と呼ばれる総合的な学習の時間を導入した。他校との大きな違いは、生活班という縦割り組織が存在しており、掃除などはこの班を基本に行われる。腹からタイムと呼ばれる縦割りでの交流もこの班で行う。このため、下級生と上級生の中は非常に良好である。 通常授業のことを磨き合いの時間と呼び、響き合い以外にも心の時間という道徳的な時間がある。7月に夏の触れ合い活動という宿泊学習、10月にキッズワールドなどの行事がある。すべて児童によって計画が立てられる。特にキッズワールドは低学年、中学年、高学年それぞれ各生活班から代表者を1名ずつ選出し、 その代表者が競技を考え、運営する。キッズワールドの特典は各、ブロックごとに加算され、勝敗を競う。アナウンスや呼び出し等も全て児童が行う。この精神は、茨城大学附属中学校でも受け継がれている。定員は、茨城大学教育学部附属幼稚園から、内部進学する者を含む120名である。ただし、男女は同数。 内部進学者は原則として全員合格である。よって以下では内部進学以外での児童の入試についてお述べる。入学試験は面接及び口頭諮問、運動、ダンスなどの様子によって合否を決めるようである。なお、この入学試験には本小学校第6学年の児童が引率等の手伝いを行っている。また、第3学年において、 複式学級編成のため若干なの募集がある。校門添付画像の校門の左側の扉の後ろに警備員の詰め書がある。これは2001年6月8日の大阪教育大学附属池田小学校で発生した附属池田小事件を受けて2日後に臨時に配置された警備員がその後常時置かれることが決まったため設けられたものである。 小学生や幼稚園児との交流も多い。ありがとうございます。